人は血管とに皆さんその悪魔の3つの白い粉と呼ばれている食塩砂糖小麦粉このえらの3つの食品の摂りすぎは心臓病になるんです気をつけましょう皆さんご存知のように日本の3大シーンというのは1位が癌、2位が心疾患心臓における病気ですね脳梗塞とか心筋梗塞とか心不全 この血管と関係すすするんででね3番目が老衰ですでこの血管とともに老いる心臓病というのはほとんどが食生活の乱れです。食生活のの乱れというのはその 食塩の多い食べ物を食べる。砂糖、糖分の多い食べ物を食べる。炭水化物の多い小麦粉を摂る。こういう食べ、ぶ内容と食べ方、順番ですね。これが、心疾患を呼び込むんですよ。で、塩分を摂りすぎる。食塩。まあね、 日本食というのは非常に塩分が多いんですよ。味噌汁にしてもね、味付けに、やはり塩分をいっぱい使うじゃないですか。1日4グラムとか6グラム、ラーメンなんかね、いっぱい食べてると7グラムもあるんですよね。この塩分の取りすぎが高血圧になる、高血圧になると血管が動脈硬化、まあえー、まあ非常に硬くなるわけですね。そして、そこに拘束、まあ、状態とか、 まあ、あの、血管が硬くなると破裂しちゃうとか、そういう問題が起きますね。それから、糖分の取りすぎ。これはですね、やはり肥満、糖尿病。糖尿病っていうのは血管の病気ですよね。それから、まあ、我々が食べると美味しいご飯とか、パン、ラーメンとか、スパゲッティ。これ全部、まあ、炭水化物ですよね。この 炭水化物の取りすぎは、やはり肥満になって糖尿病。で、ご飯の食べ過ぎなんかも気をつけなきゃいけませんよね。それから、もう一つ問題は食べ方なんですよ。まあ、日本人の場合は、まあ、ご飯を食べるときにご飯とおかずが一緒にこう出てきますと、やはりおかずをご飯の上に乗せて食べてますよね。これを殺しますとね、血糖値が上がっちゃうんですよ。 ですから最初には野菜サラダとか、野菜ものを食べて、まあ、胃とか胃壁をプロテクトする。まあ、あの野菜っていうのは消化の状況ってあまり良くないから残るんですよ。ですので、先に野菜を食べて、その、まあ、あと魚とかお肉とかですね、をその次に食べて、ご飯一番最後に食べるご飯それと味噌汁と。これですからね、 解析料理のお店行くとその順番で出てきますよねあの順番で食べることが血糖値を上げないあの血管をもろくしない方策なんですよですのでですねこの戦後は肉食が多くなってきましたが肉食の場合というのはやはりどうしても脂肪分が多くなったりしますのでやはい、え日本人が昔から食べてた この和食の一汁三菜が一番のおすすめです。食事は野菜とか果物、海藻、キノコ類を中心にした、そして豆腐とか納豆とか枝豆などの大豆タンパクをとお魚中心のタンパク質をとると、それからまあカルシウムですね、もう1日 700mg ぐらいのカルシウムが必要ですので、人間の骨はカルシウムでできてますので。 それから、炭水化物については適度、食べ過ぎちゃいけないんですよね。ご飯とかパンというのはね、炭水化物は糖分もあっておいしいんですよで。これはね、バランスよく取らないといけませんね。それから発酵食品を中心として免疫力を上げる。そして、牛とか豚などの動物,動物性のタンパクとか脂肪はなるべく控えるということが大事ですね。 人は血管とともにオイル。食塩、砂糖、小麦粉の取りすぎは心臓病になる。特に男性はですね、心臓病が非常に多いんです。ですから、食塩、砂糖、小麦粉にはもう注意をして注意がしきれないぐらい注意をしましょう。